はい、ひとつきまわさし清水です、えー。今日はですね、ジャニーズ事務所問題、これについて語っていきたいというふうに思うんですけども、まあ、ジャニーズ事務所、ついにですね、えー、ジャニー喜多川さん創業者がですね加害があったと、まあ、犯罪者であるということを認め、えー、謝罪をしました。ただ、一つ驚くべきポイントがありました、それはですね、社名変更はしないというところなんですよ。で、これはもうあの岡本さん 今回ね、えー、きっかけを作った告発者の岡本カウアンさんも、えー、メディアに答えていてびっくりされております。岡本カウアンさんはもう絶対に社名は変えるだろうというふうにそういうふうにこう言っていたんですよね。だけど、まあ、変わらなくくてびっくりしたと。 いうふうに、えー、おっしゃっておられて、いや、これはまあその通りだなというふうに思います。まあ、岡本カウアンさんが BBC、ブリティッシュ・ブロードキャスティング、イギリスの公営放送に、まあ、取材を受けて、今回の問題が、ね、大きくあのフィーチャーされたわけなんですけども、まあ、それでですね1個、あのこの朝日新聞の記事にも書いてありますが、広告企業見送りもというふうに書いてあります。これ、どういうことなのかというと、ですねジャニー喜多川さんの名前が付いているのがジャニーズ事務所。 なんでですよでこのジャニーズ事務所っていう名前が残る以上ですね、えー、海外、特に海外でジャニーズ事務所のタレントのな々さん、まあ、ジャニーズアソシエーションなんですけども、っていうふうに報道され続けるわけですよ。で、そうするとですね、えあの子供を何百人何千人食ってた史上最悪のあの犯罪者のタレント事務所かっていうふうになるんで、これ、使えないわけなんですよね。なので、2つの理由で社名変更は必ずする必要がありました。それはですね1 広告企業が見送られる。つまり、現在いるタレントのお仕事が減るんです。で、現在いるタレントの中で若い人たちいますよね。若い人たちは、ジャニー北川さんの,あの加害を受けてない人たちもいます。 でも、そういう人たちのお仕事、割を食うことになってですね、減っていくわけなんです。つまり、今のタレントを守ることもできません。で、実際のところ、JAL と東京海上日動がかなり強い口調でもう使わないぞというふうなコメントを発表したりしております。で、2番目、これが一番重要なんですけども、え被害に遭った方々、今、声を上げているのはもう十数人ぐらいでございます。で、この人たち以外にもですね、おそらく数百人、数千人いるんですよ。 でその人たちがこれからもメディアでジャニーズ事務所タレントのなんとかかんとかかんとかかんとかっていう風に言われるたびにジャニー北川さんにされたことを思い出すとするとですねこれは被害者の救済の心の救済にも何もつながらないわけなんですよでそうするとこの2つの点で全くもって問題ねあるということであの社名変更なんでしなかったんだっていうのと えー、言葉を使ってね、あのいや、本当申し訳ありませんって言ってるけども、昨日4時間以上会見しましたが、やったことはほとんどない、この身のない会見、これについてですね、東京大学教授の安富さんと話をしていきたいなと思うんですが、我らがひ月つき万冊、本間竜さんがですね、えー、あの4時間にも及ぶ会見に行って質問をされた。 でこの部分をですね、まあ、非常に、えー、センセーショナルな言葉で表現されていましたんで、いろんなところでメディアを使われて、ねえー、いるんですけども、これ、ヒトラー株式会社のようなもんだよというふうな表現をされています、でその質問の部分、私が編集したので、ぜひ見てほしいなというふうに思います、それではスタート。YouTube であのひとつき万冊という番組で発言している作家の本間と申します。 あの今、ですね、えー、そのジャニーズ事務所、この名前は変更はないとというお話で、まあ、そのジャニー喜多川氏の名前でもあるが、まあ、今まで頑張ってきたあのタレントさんたちの総意でも、総意というか、まあ、一つのまとまりでもあるというお話いただいたんですが、まあ、ちょっと正直言って納得できない。 その我,々我々と言いますか、まあ、一般の人間から見ると、ですね、ジャニーズ事務所といえば、ジャニー喜多川さんの作った会社、でその方があまあ下手をすると40年、50年、もっとかもしれない、数百人、下手をしたら数千人の人々を不幸のどん底に叩き落としてきたと、そういう状況の中で、 その方の名前を今後も監視監視っていうのをこのあの頭に乗っけていくっていうのはあまりにもちょっと常識外れではないかと思うんですね、まあ、あ,のあえて言えばですねきつい言い方をすればヒトラー株式会社とかスターリン株式会社なんてないわけですよねそれに匹敵するほどの犯罪を犯したというご自覚が ちょっと足りないんじゃないかと思うんですけどいかがでしょうかおっしゃる通りだと思いますまあこの部分なんですけどそれはそうですよね皆さん社名を変えないっていうのはですねあのナチス政権が第二次世界大戦で敗れてヒトラー・ユーゲントというですね10歳から18歳の子どもたちが所属していた、まあ、ボーイスカートみたいなものがあるんですけど、まあ、祖国愛を叩き込み えー、子どもたちの健康のためにという、まあ、精神は素晴らしいと思うのでヒトラー有限との名前は変えないんですけども解体的にきちんとこれからはですね、えー、構築していきたいと思いますいやミサイル飛んんでくるって <laughs> <laughs> どんなことした <laughs> いやこれね安富さん何で変えなかったのか非常に疑問が残るポイントだって損しかないんですよ。 うん、にもかかわらずどうしてこういう結論に至ったかというとですね一つのヒントを与えてくれているのがキムタクですキムタクはですねあの同日にですねインスタグラムを公開してですね「Show must go on というコメントを綴って敬礼のようなポーズを取ったんですよね。まあ、これが実際のポーズなんですけども「ショーは続けなければならない!」 っていうこれジャニー喜多川さんがよく続け使っていた言葉で一度決めたことはずっと続けるべきだみたいなそういう意味らしいんですよ。でそれをこのタイミングで出してくるつまり内部の人たちはジャニー喜多川さんは素晴らしい人だと思ってるわけですよまだだけど周りから叩かれたから仕方なく謝らなきゃななわけですよねだけど署名変える必要あんの っていうところにまあ落ち着いているいてるやこれは何て言うか被害者の心の救済もならんしかつ今のタレントの仕事も減る実際広告起用を見送るって言ってるところもたくさん出てくるし出ているしこれなんでこんなことすんの意味がわからない。どう思います安さんこれに関して。名前変えるタダでしょ 名前変えたただだよ。ただ。無料。名前を変えただけで済むと思うなよっていうツッコミを用意してました。いそうですね。<laughs> おっしゃるとおりでございます。あ,あいや、ほんとその通りだよ。うん、名前も変えない。まあ、それ、うん。まあ、天皇変えへんかったしね。いや、もう思い出したよ、<laughs> 私も。松本治安を。 松本氏援って何かっていうとですね、GHQ に占領された後に、お前、新しい憲法作れっていうふうに言われて、当時の国務大臣だった、して原大学の松本丈司さんがですね、東京大学、法科大学卒業なんで、まあ、法学部ですね、この人がですね、まあ、考えたわけですよ。じゃあ、こういう憲法相談でお願いしますって言って、真っ赤さにふざけんなっていうふうに突っ張られた案 <laughs>。松本四原則、あいうえ、もうね、2番目と3番目と4番目のいとうとえはですね、どどみつ、1番目、あ。 天皇が統治権をか騒乱されるという大原則は変更しないいやだからこれポツダム宣言でダメって言われてた国体のことじゃねえかよっていう <laughs> で内部にいる人で出すとこうなるんですよいやだから状況が分かってない状況が分かってないんですよあれみたいな感じでねあの横,井横井正一さんはい<あ>、うん小野田翔一 えー、非常にですね分かりにくい例えだからやめましょう <laughs> <laughs> もう松本思案でもう限界です限界,限界限界限界ビッグモーターに例えばビッグモーターにビッグモータービッグモーターがねあ,あ,ーあの社名変えるんで、えー、俺創業者で株いっぱい持ってるし除草剤巻き負けたけど全部ちゃだなごめんっていうふうにこう言ってもう社名変えたから大丈夫ってならないよねでもビッグモーターが社名も変えてないんですよ 揚げ句の果てに創業者何の責任も取らずにえなんか問題あるんですかやめたんで俺金持ちのままプーって叩かれてるじゃん <laughs> 叩かれてるじゃん今日はあの家宅捜索入られてましたよ <laughs> いやこれはじゃあのでもあの会見全部は見らまれませんでした私もさすがに <laughs> 4時間12分あったよ本間 <laughs> さんずっと座ってたよ <laughs> すごい、ね、お疲れ様です <laughs> 麻生太郎びっくりな感じですよ、ね、いやもう分かりにくいですよ。財務大臣っていうのは座ってるだけで大変な仕事なんだって言ったところを知っていた上で、それがギャグだと分かって通じるギャグ。<laughs> ちょっとあの、私が病気でね、あの久しぶりにやってるからって、ちょっとと富さん、忘れてるよ。<laughs> 忘れてる忘れてる。<laughs> そ,うそういうのダメだって。そうでした。ほぼ、はあ、楽屋落ちにしとしい。楽屋落ちはね、ダメなんですよ。あの いや戦争が終わったことが信じられない人多かったじゃないですか。うん、まあね、うんであの。天皇がね、な、うん何とかなんとかってなんから、何時、新民なんとかとかのやつ聞いてさ、うん、難しくてよく分からへんかったけど、まあそれは頑張れってたんだよなっっも <laughs> っと戦うぞみたいになった人結構いたんですよね。<笑><笑>あ だこれあの,あの皆さん統一教会というのがありますよね、うん、あれは正確には世界平和統一家庭連合なんですよここですら名称変更されてるんですよ <laughs> 一回、ね、旧統一教会ねで旧統一教会正確には旧称は世界ギリスト統一神霊教会だったんですよでも霊感商法とかいいろろあ で名前が変更されて世界平和統一家庭連合になったんですよでも名前変えてねそんなのかけれみのだとかって叩かれてるんだけど統一協会がですよね、うん、もう世界平和あのー、ね、えーえー、世界キリスト統一心霊協会だとツボって何があるんだと コー結婚式やって何が悪いんだと。なんかいろいろ破産してるやついるけど知らねえよ。新陳が足らなかったんだよ。名前これでいくんだよ。はい。学者様もさようにおっしゃっております。万歳万歳とかってやってたのさ、やべえやつだって思うよ。うん、でもっと言うと、オウム真理教ですらですね、朝ら将校とっ捕まったらですね、えー、出てった人たちはちゃんとアレフって名前変えてんですよ。うん、それなの、統一教会は変えて、うん、でて、 オウム真理教も変えて大日本帝国の憲法草案も一回潰されて別のになってんのにジャニーズ事務所は永遠に不滅ですショーマスターゴーアンってキムタクが言ってるこれあかんなキムタクはこれはどういうつもりで出してあるんですかメッセージですよどういうメッセージなんだって実際のところこれはジャニー喜多川さんがずっと使い続けた言葉なんですよ 一度始めてしまったら何があっても続けなければならないという意味なんですよ。で、これを、ジャニー喜多川さんがよく言っていた信念を、ね、今このタイミングでタレントが言う、うん、しかも木村拓哉といえば伝説級のタレントがね、こう言うっていうのは。うん、拓は残ってる方ですよ、そう、残ってる方う。とことは、やっぱり、残ってる人たちって、そういうその、勝ち組なんですね。 ちくみってなんから言うと、勝ったぞ、日本は勝ったんだ。あ、そう。うん、そう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 。信じ続けてるグループをした。そう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 。まだまだ。戦いはこれからだ。そう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 、そんな感じです。だから、玉音放送流れたけども、アナミこれしかもですね。うん、あの、切腹とかもしてなくって。これから一億総局祭、じゃあ。<laughs> みたいなふうに。ラジオ放送で、あの、占拠して、ビンタで呼びかけるみたいな。もう、それぐらいに急でしょこんなの。 その危険、あれですね、ちょ危険な組織。危険ですよ、危険、だって、世界最悪と言っていいぐらいの犯罪を犯した人ですから。うん、ねぇ、うん。ちょっと、本当、ピンとこないのは、この人たちの、いやちょっと昨日のあの、だそもそもさ、うん、東山さん はい、東山紀之さんだったかな金いっぱい持ってはるんよね、うん、きっと。多分ね。別に、タレントを引退して、うん、京都の東山にでも、いおりを結んだって別に。なんで京都の東山なのか、全く分からなから東,山東山だから、京都の東山っていうのは何があるかっていうと、祇、え、園、ー、と,とか。 <laughs> えー、あったりご重のとってたりですねまあ非常に風光明媚なところでございます、はい、あの辺りに何かあの、ね、風光明媚なところに寄りを結んで、うんうん、あ要すせに楽しく暮らし過ごしても全然問題はないないよなんね、うん、なんてそんなこんなやばいところに手つっこむんですか <laughs> いやーそれはもうジャニー喜多川様の魂を継ぐくらいのあれがないと こじ引,引けないよけないよねで、えー、いやいやそんなことないんだよ東山さんは今あえて家中の栗を拾ったんだ本当にタレント被害者の人たちのことを考えてやってるんだって思うかもしれないだったら社名変えようよいや,いやったまあ、しかも東山さん変えようよって言ってた人でしょどちらかというといや確かにその通りだと思いますっていうふうに。 言ってたけど。そもそもだからあの変えることも考えないといけないって最初に聞かれもしないのにインタビューで言ってたよね。うん。だから、彼個人としては変えた方がいいよねって思ってたわけでしょうけど。おそらくは、ね。でも、社長を引き受けるというときには、それは、えー、できないっていう状況なんですよね。立場だ。ございました。だから、俺 <laughs> れがよくわからなくて。うん で,で社長を私が引き受ける以上は名前は変えましょうねっていう取引が十分にできた人じゃないんで、うん、代わりはいないんだから。うんうん、代わりがいければ他の人がいってたよね。まあねだからもう東山さんでできないってなったら、じゃあ、私の考えるこれらのことをすべて実行するという条件で社長に就任します。うん、で、いいわけなんです、うん、だったら、えー、と最初にね彼が言ったら名前を変えることも検討しないとできないって言ったんだから、それをい入れればよかったわけ。うん なんだけどそれをわざと引っ込めて、かつ社長に就任するっていうのは、うん、これは、なんていうの、あの集中砲火を浴びるかかりいうことになるわけじゃないう、ね、だって、まあ、例えば、まあかか、もし本当に清水さんがジャ,ジャニーズ事務所社長を頼まれたらしましょう、今う絶対かやりたくないけど、絶対やりたくないけど、うん どうしてもやりやりお願いします、もう、みたいなになってもしゃあないなってなるとしたら、うん、いくつか条件を出しますよね。まあ、そりゃそうですね。それは、どう何のために条件だったかって、自分を守るためです。うんうん、そのためにですね、1、名称は変更する。うん、2>, これは2、株主はす,べ株式はすべて公開する。うん、3、えー、役員は全部入れ替える。 うん、4親族のすべての資産は保証に回す、うん、これだけは飲んでもらわないとやばくて引き受けられないと思うんですよいやーやばくて引き受けられないでしょうこれ,これだけ飲んでもらってもまだやばいです、うん、だから年収,年収売上げの利益の10%ぐらいはちょうだいねとかさそれでも それでも一晩考えややっぱりやめときますよ <laughs> いやそれぐらいに急ですよ、もう今日ね、鈴木貫太郎を思い出しました。<laughs> ポツダム宣言を自宅した鈴木貫太郎さんなんですけども、いや、頼むわ、鈴木、内閣総理大臣やって終戦に導いてくれんか、その代わり絶対ポツダム宣言は自宅するなよ。 いって <laughs> <laughs> ちなみに鈴木勝太郎さんは、えー、終戦まできちんと導いたにもかかわらず最後は家が焼けあのボートによって焼かれてですねもう車で逃げ出してしばらく転々とするというぐらいですね、まあ、ひどい思いをされた渦中のまさに渦中の栗を拾ったっていう感じなんですけどうんだからなんかいろいろとおかしい多分おかしい状況が分かってない。 ジェニーズ事務所は、うん、だからね、ちょっと、いやあの東山さん、ちょっと、何してるか分かってないんじゃないかっていう感じがしました、うん、でまず第一にさ、年商1000億とかの組織の社長をしようって言ったらさ、うん、忙しいよ。いや、忙しいし、<laughs> あの<そ>れいややしい、基本的に。フ <laughs>、うん、もさ、大変な仕事じゃない 普通に考えてれ普通ちゃんと回っててもね、ちゃんと回ってても1000億円の会社、うん、しかも、こんどーんって大きな機械があって、そこに材料さえ突っ込んだら製品ができて、それさえ売れば生きていけるという業務じゃないんですよいや全く全のじゃなくて。<laughs> なんかこのか <laughs> <laughs> なんかタレントのなんとかちゃんが元 AV 上司のなんとかちゃんと交際報道発表でもなんとかちゃんも何々君と付き合ったか三角関係とかっていうなんかスキャンダルが流れてるんですよ、このカッチ売りですよ。他にもなんか多分ジャニーズのタレントがなんかなんんかか壁にシュークリームぶん投げてる動画とかが上がってきたりとかして食べ物を粗末にするなとかってお前、寿司ろペロペロやろうよりもひどいじゃないかとかって言ってそういうのを全部押さえていかないとだめなんですよ、これから。え えっと、ジャニー喜多川っていうとんでもない人物が、これができた大きな理由は、彼の目的がビジネスじゃなかったってことですね。そうですよ、ちょめちょめが理由だったんですよ。なのでそ、ああいうふうに罠を仕掛けて、そういうことをしてやろうと思っているからこそ、ビジネスの方は、あらゆるものを犠牲にしてでもできた。はいうん、なぜなら。 そこで全部回収できるわけだから、個人的にね。でも、東山さんにはそういう動機はないですよね。なうー,は <laughs> あーそこがまたなんか僕のソーセージ発言とかあったりですね。<laughs> ちょっとやばいところだですよね。<laughs> <ど> <laughs> ちょっと今ね今やったらやばすぎるやら。 今からこのジャニーズ事務所を引き継いで、あ、やったー私にもハチがい違うからね。うん。何もいいことないわけです、ね。うん。だとしたら、そのビジネスをビジネスとして成功させないといけない。うん,うん。しかも、でもうわけのわからないビジネス。そうよ。うん。ひと月万冊のこのね、うん、動画ですら、一体何がウケるのか。全くわかんないよ。<laughs> <laughs> もう今日もうね、あの、して内閣の時の、えっ、ー、と、ぬたらかんたらとか、ね、松本シアンがーとか、もう鈴木か太郎がとか、横井翔一さんがとかっていう風にもうに言うてる段階でも受ウケないよ、もう。で、そういう風に、でもついつい出てくる、このやかましいタレントたちの。 あれはいやそれはね、もうちょっとわかりやすい、例えばお願いしますとかっていう,うでも、アンダーだったらしも、そんなんでたくねえよ、ファーとかっていうふうに、私、や久富さんが言い出したりしたら、もう大変、それの1億倍大変ながジャニーズ事務所、<laughs> 俺ら少なくともシュークリームをぶん投げたり、元 AV 勝率三角関係とかになったりしねえからほ <laughs> らさ、田辺さんに大変な仕事じゃない。うん、2> 2ですしかし、それの1億倍ぐらい大変な状況になってる。 もともと大変なところに、<laughs> さらにさらに1億の1億だから、一概い大変だよ、もう。わけわ分からないことになってるわけだから、うん、そうするとそ最低限の条件とかいるわけです、うん、それが私がさっき言ったことです、うん、本当にえっと5つ目、えっとえっと、ジャニーズ事務所の存続企業は、基本的に生産財団にする、すべ、うんえー、ての資産を保証に回す。うん で、新たに作る会社の方に全部、スタッフとかタレントとかは移籍して、うん、そちらは、えー、とそのビジネスに専念する。うんうん、これだけの条件を整えたらですね、うん、まずジャニーズ事務所の名前をやめて、うん、残る財生産財団として残すけど、うん、その代表取締役は、えー、とジュリーさんのみわけです。うんうんうん だけどその株式はすべて公開し、うん、で公開、えーまあ、できないのかな、そ割に回すと。まあいいや、とにかくそのういう生産財団として残すとあ。今から上場しても別に大丈夫だと思いますけど。それで、そのでそれでえっ、ー、とそれとは切り離して、<laughs> 私が社長する会社はそれと完全に切り離しますと。うん、そこにはもう一切この人たちは関与しませんと。うん、でそれでようやく、なんかその。さ 完全に出直すってことが可能になるわけじゃないですそれだけの条件を整えても、さっき言った一と、えー、つき万札より1億倍ぐらい大変し <laughs> えし、ー。ちなみに、すみません、掲載間違いに気づきました、1億かける1億は一計ですいま。だから、そうするとですよ、その最初からこれはね、あの負け戦です、うん。そうね、完全に。うん、完全に負け戦です でそれを左に行ってるわけですよ、うんうんで。そうするとですね、えー、さっきのあの金武クのうう、うん、この人たちはあの戦,争戦争はまだ終わっていないって信じている。日本男児3000万人を日記に書いて本当決戦をすれば <laughs> 私たち私は勝利できるんです <laughs> みた,いなはみたいな感じで <laughs> あの全部してて日本の一番長い日の三、えー、船と白が出てる岡本喜八バージョンのほうです <laughs> <laughs> 難しいネタを出してああもうね今日ね清水さん一週間前お休みしてたでしょもう何でかわかるそれあとで説明するからもうそれのせいでいまいち感が戻ってこないんですよもともとこういうね小難しい話ばっかりする人なんですよ もともとは <laughs> <laughs> だからその <laughs> だからあれ完全にこれはえっとおかしな人たちであるとうそうよ「<うん S 2> ショーマストゴー音」って<か>何言ってんのお前って感じや今のダーピングで <laughs> ああとしか思えないよね <うん S 1> でということはさ <laughs> めちゃくちゃゃくいことになりますねいやーだからまだこれハラスメントはこのままでは拡大しますよこの先をだからいくつかまあもう確定していることはいくつかありますけど、うん、このままあればね一つは補償はちゃんとしないですねいやあすっごい安い金額なんじゃないので安い金額これはあのあと水俣病の洗礼というございますからね、うん あの日本政府が確立した、うん、できるだけ被害を小さくしてかけ乗、うん、り込んだ人たちにわずかの保証を与え、うん、保証を与える代わりにたまりなさいっていう約束するっていう、ね、水俣病に関しても思った今回の件、うん、であと福島原発の避難してる人たちのカウントとかもねあの少なく見積もられてたりとかじゃあ何これもう日本政府が ずっとやってきたことと同じように、今日は木原の話しないけど、うん、木原内閣官房副長官があの、知らんぷりしてたら OK、でうん、ジャニーズ事務所も見た目誤ったように見せてるけど、まあ、あとは、あーのーまあ、時が経つまでごまかしとけ、うん、いいや、これが世間に広がることの方がやばいですよ、あまりにも。うんうん、この態度が一番いいんですよ。 何か問題があった時に真面目に謝罪するなんてばかばかしいし、ね、心から被害者に対して申し訳ないなんて思ってみお前が食われるだけだよっていうような態度、うん、これが広がることによる社会の弊害やだなちなみに、はい、一,一応日本政府、えー、子ども、えー、政策担当大臣が断じて許されないと。 いうふうにコメントはしております。うん,うん。じゃあ何かすんのかお前、言うた以上は。緊張感を持って注視するんじゃないですか緊張感を持って注視し、今後の動向を見ては、スピード感を持って対応を考えていきたいということを検討したいと思います。<laughs> あ何か解散したんで、やめます。みたいな。そういう感じじそういう感じそういう感じでしょ。あんまりもいやないつもの、いつものあれですね。いつもの景色ですね。 いや、だそれを続けているのはね、よくまあ、それが一番私は今回の件でね、恐ろしいなというふうに、まあ、思った次第なんですけど、まあ、とはいえ、一応東山さん、ね、名称変更は今後、やった方がいいと思うというふうにコメントされていました、あのそのあとに。 実はあ井ノ口さんじゃなくて井ノ原、いのっちって言われてるもう一人の人があ,あ,、はい、あの本間さんがおっしゃった通りっていうふうに後からなぜかあの質問が終わった後しばらくしてからですね本間さんがおっしゃった通りっていうふうに井のあの,井のっちが本間さんの方を見てしゃべり名称変更とかもんたらかんたらって喋ってて「え井っ、いの俺のこと知ってんの?」って。 それ見てるよ <laughs> ひとつき万冊見てるに決まったんでしょ本間 <laughs> さんの会は俺東京地検も見てるし政治家も見てるしジャニーズ事務所の中の人も見てんだから知ってる決まったでしょっていうのを17時の会で言いましたすごいですね検察も政治家もジャニーズ事務所の中の人も見ているそれがひとつき万冊ですすごいやっぱ本間さんすごいですねとい <laughs>、まあ、うわけで、ね、だからまあこれからまだね 社名変更の、あのー、可能性っていうのはまだまだこれ出て残ってはいるんですけど今のまんまではこれは良くないだろうというのと、うん、まあ何より、まああのー、振りだけしとけばいいんだっていうねこれが日本全国にばらまかれるっていうところがあまりにもおかしいと、うん、ただスポンサー企業 広告企業、東京海上日動とか JAL とかは、いや、これだと広告はもうつけられないというふうに宣言しているので、まあ、こういうところが広がることによって、少しは変わるんじゃないかなというふうに思っています。で、あとですね、あの、今、複雑さを生きるバージョン2ってあるじゃないですか。はい、で、これがですね、バージョン1買った一人だけ9月11日まで、 あのー、限定販売中っていう風に言ってたんですけどあのん,んーあーゲホ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 で体調悪かったんでちょっと伸ばしますでいつまで伸ばすかはちょっとまだ決めてませんでちょっと皆さんにちょっと質問あるんですけど今日久しぶりに市民さん見た人いるでしょうどうですかねブレインフォグなってないかな <laughs> なんで私が1週間以上休んでたと思いますかういはっはっはう えー、コロナになりました <laughs> ついについに人類は終わりで終わりですねもう私も<う>80万円する<う>あの PCR 検査の機器持ってるんですよ会う人には全員やってるんですよで人混みにも行かないようにしてるんですよそれでも感染したみんなねもう,もうダメだこれう <laughs> どうすんのこれを で、それで今、なんとか体調戻って今日う2本だけ取りましたけど、うん、いやこれね、そのうちね、いつも押さえている、重原内閣の時のね、松本思案がとかっていうふうに言いましたけども、もうどん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 小難しい例えになって、どん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 わけわかんない番組になってるかもしれませんよ。いいいつも抑えがが。効いていた部分が <laughs> もう ビトゲンシュタインの話とかでヤトビさんと盛り上がってですね <laughs> もダーンもついてこれだけ <laughs> 番組になっちゃうかもしれないですワルツクスの資本の自己増殖について語ろうとかねあとブレインフォグのせいでブレインフォグのせいで <laughs> ああ本日、実質賃金ね、16か月あ、16週連続、なんかマイナス、あ16か月か、マイナスっていうニュースが出て、これはあの、誰も勝ち組がない世界に入っていて、マルクスにおける資本の自己増殖によって、政府も資本家も振り回されていてとかっていう話とかをですね、こうしだしてです、ね、もうみんなもう誰もわかんないみたいな、ブレインホグのせいで、難しい話ばっかりしだすかもしれない。<laughs> もう、だめだ、そうだとしたら、確かに今日はその症状だったかもしれない。症状でしたでしょ 僕でにもいっぱい言いたかったよ、医の <laughs> 勝利を取ったレニー・リフティン・シャールのねあ、あのーあの、ナチスの監督とか、あれの話とかも、これしたかったな、あちょっとあかんかったな、水俣病の話とかももっと細かくしたくなる衝動が止められないんですよ。<laughs> これ 大変な時代ですよ、安富さん。ボレーキがなくなってしまった。ブレーキがなくなって、私が難しい話したら、もう誰も見てえ番組になっちゃうよ。もうその機会どうしよう。とりあえず、次の回は、えっと、数学の神秘さについて。とかね、もうなんか、誰が見るの、そんなのとか。それは、どうしよう。 シ番すると半径と重力崩壊についてどんなものもブラックホールになり、うん、それより先は情報を果たして保存されているのか崩壊されているのかについての研究についていやそれはさすがに私は知らんもう誰も知らねえよって <laughs> 誰も見ねえよって言ってもうっていうのにな、えー、ったらごめんねっていうところで <laughs> はいと、えー、いうわけで、まあ、何が言いたいかというといジャニーズ事務所まああかんな これは,いやあれはね、でもちょっと日本の縮図ですね、本当にそう思った、本当に、うらん、すぎるいや本当に、これはね、なんか原爆2個落ちてきたのに、もだもだ戦えるんじゃうとかって言っていたからね、そういう人たち、それと一緒、うん、いや、でもなんかちょっとあれ見てなな、なんか、なんなんでなんでなのかよくわかりました、日本が、この失われた30年。うんうん 何,を何でそんなことすんのっていうような曲持ちでいたんですけど、うんうん、それはだから今のガジャニーズ務所の人たちと同じ精神状態なのよね,ねまさか日本が経済が衰退に入ったなんて <laughs> 到底信じられないってやっぱり何言ってるんですか仁美<あ>さんうんねっ内偵なんかさちょっといじめられただけでさ 働きなくしたとかって言ってる若者がいるやろ本当に1億総費の玉になって頑張るば日本経済はフルーツだというわけで、えー、今日も読書ということでうわっほんまにも そのうちこのウイルス進化してなんかもうネット経由でもみんなに感染するのもう貞子リング、螺旋、ループみたいな感じであるんじゃないかってもう心配しております。はい、というわけで、えっ、ー、と、福田サいけルバージョン2ちょっと11日以降も販売しますけど、でも誰にも告知できなかったんで私が休みになった手で、はあ、疲れた。<laughs> もうみんな疲れたよ、俺は。もう。 本当にね皆さんにお願いしたら、もう、草草 <laughs> <laughs> を生きるを買って、そうすると、草草を生きるバージョン2の動画講義を買うと、限定販売券がもらえるので、まあ、ぜひ買ってもらいたいなと思います、もう、とにかく。あの薬ですよもうね、はいはい、そしたら、もう、また難しい話をし,しない、番組に僕 <laughs> <laughs> 物理学の話とかすごいしたいよ <laughs>。まあというわけで今日も読書じゃあねー。